こんにちは、広報校長課の大場です。今回私は子ども未来館ココニコにやってきました。子ども未来館では子ども向けや大人向けのイベントが数多く開催されています。今回は母の日にちなんだイベントが行われると聞いたので、たっぷりこの後リポートします。お楽しみに。ということで今回のラインナップはこちら。ハピハッピママフェスタと交通児童館開館50周年の様子をお伝えします。そして最後にみんなに聞いてみたをお届けします。それでは早速行ってきます。子ども未来館ココニコは、未来を担う子どもたちが楽しい遊びやさまざまな人々との触れ合いを通して健やかに成長する機会を提供しています。撮影に訪れた5月12日は母の日ということで、母の日にちなんだイベントハピハッピママフェスタが開催されました。早速中に入ってきたんですけれど、やっぱ入ってくると多くの親子で賑わってますね。で、普段と違ってやっぱりちっちゃい子だけじゃなくて大きい子も来ていて、お父さんとお母さんと楽しそうにしていますね。で、はい、中に入るとさまざまな、ブースがあって、クラフトバンドでミニカゴ作りですとか、まあ、鉢植えを使ったミニペイントなんていうものもあって、いろいろ子どもたちが楽しめるようなイベントがいっぱいあって楽しそうですね、本当に。はい、ステージではキッズダンスが行われています。みんな笑顔でキレッキレの踊りを行っていますね。ダンスの後、サプライズで子どもたちがお母さんに花束のプレゼントをしました。照れくさそうに渡してましたけど、お母さんにはきちんと感謝の気持ちが伝わったと思います。その後、会場には多くの花束が用意されて来場した子どもたちに配られました。花束を受け取った子どもたちはお母さんに感謝の言葉とともに花束を渡していました。どうだった お母さんに感謝の気持ち伝えれた？どんなこと感謝してる？いつも家事とかをやってくれて。あ、大人だね。そんなこと思うなんて。お手伝いとかはしてる？してる。いつも美味しいご飯を作ってくれる。お母さんの料理何が好き？お肉。みんな子供たちから伝えられて嬉しいです。ちょっと泣きそうになります。いつも怒ってばっかりなんですけど、はい、ちょっと今日は優しくしようかなと思いました。ありがとうございます。お母さん、こちらでは、花育体験ということで、母の日におすすめということで、中では早速花育体験をされている方たちが多くいますね。で、本当にいろいろな花があってすごい綺麗ですし、ちょっと僕もやってみたいですね。いいですか、はい、じゃあちょっと、あ、本当ですか、ありがとうございます。いや、これ本当好きなの選んでていいのかな。いや、でもやっぱなんか大きいやつを選びたいな。なんか元気になる色で渡してあげたいな、お母さんには。この5本選んだポイントは？ポイントは元気になる色。でも元気になってほしいですからね、お母さんには。もう瞑想し始めてますよね、これ。このデコレーションを無理にやってます、これ。いつもありがとう。照れくさくて普段連絡しないけど感謝はしています。どうだった、これ作ってみて。いつも、うん、ママは私のためにいろんなことをしてくれていたので、いつもありがとうっていう気持ちを込めて、ママが好きそうな色とかを考えたり、ママをイメージして作りました。
子どもたちからお母さんの感謝がしっかり伝わるいいイベントでしたね。子ども未来館ここにっこではさまざまなイベントが行われています。皆さんまた遊びに来てください。さて続いてのニュースは交通児童館50周年記念イベントについてです。どうぞ。子どもたちが楽しく交通安全を学ぶ場として広く市民に親しまれてきた豊橋市交通児童館が開館して50年を迎えました。5月11日土曜日には50周年を祝って多くの催しが行われました。式典前には豊橋警察署の白バイのデモ走行が披露され、見事なハンドルさばきに集まった人たちから大きな拍手が送られました。続いてつつじが丘マーチングバンドによる演奏が行われ、児童館開館50周年に花を添えました。10時30分からは式典が行われ、佐原浩一豊橋市長が移り変わる社会の中で交通児童館の果たす役割について語り、今後とも子どもたちに愛される児童館、多くの人たちから支えられる児童館にしていきたいと挨拶しました。その後児童館のキッズボランティアによる交通安全7つのお約束と題した宣誓が行われました。また子どもたちが作成した50周年記念フラッグも披露され、児童館開館50周年を祝いました。自分でもたまになあなあになっていたことがあるので、みんなでそうやって高め合っていくっていうことができたらなって思います。僕結構自転車に乗るので、なんか渡る、なんか反対車線に行くときは、あのちょっと今日の司会の言葉で、あのちょっと気をつけようと、はい、思いました。他にも児童館では50周年を記念してさまざまなイベントが行われました。競輪選手じゃんけん大会では、競輪選手とじゃんけんをして勝ち抜いた子には自転車用のヘルメットがプレゼントされました。また館内ではマジックや腹話術を使った交通安全教室も開かれました。このほか児童館の50年を振り返る写真展や工作コーナーも設けられました。これからも交通児童館はさらなる交通安全や子育て支援に向けて頑張っていくつもりです。お子さんと一緒に親子で遊びに来てください。児童館でお待ちしてます。みんなで祝った交通児童館開館50周年記念イベントでした。続いてはみんなに聞いてみたのコーナーです。今回はゴールデンウィークに何をして過ごしたか聞いてみました。それではご覧ください。ゴールデンウィーク何して過ごしましたか？この子と遊びました。何して遊びました？なんかスマホのゲーム、人狼っていうゲームがあるんですけど、それをずっとやってました。なんかグループで4人でみんなで人狼とか卓球とかずっと遊んでました。それじゃあゴールデンウィーク何してた？何しに行った？ゴールデンウィーク何かした？アイス食べてた。それは今でしょ。兵庫県に行った。いとこのうちでビンゴゲームした。楽しかった。はい、兵庫県でお友達と遊んだ。どんな遊びした？公園で遊んだ。公園でどんな遊びした？しわすべりしてきました。皆さんいろいろな過ごし方をしていましたね。さて今週の豊橋ナウいかがでしたか？来週もお楽しみに。続いては街角ネット田原です。